寝坊じゃないかな。おはようございます。うん、ちょっとやっぱりちょっとでも早くしようとするときついもんだね。それはそうだけど、ところで今朝は千尋ちゃんは？そうだね、早く元気になってくれればいいけど、どっちも。無理でしょうね。警察も本腰を入れるとは思えないし。弾が残ってないし、サンデーを証拠として差し出すわけにはいかないし。貫通したんだったら丹念に探せば見つかるんじゃないかな。それじゃあお母さんに言ってみるね。ちかこちゃんに詳しいこと教えてもらって。けどね、お母さんが言っていたけど、動物虐待って結構深刻らしいよ。じゃないの？深刻って？その対象が最後には人間になっちゃうことが多いからって。単なる窃盗とはまた違うんでしょうね。おはよう。ひろっちのこと私も聞いたよ。時間になっても来なかったから私の方から迎えに行ったんだけど。千尋、今日は休み？眠いからって。あ、だから私は今日は一人で来ることにしたんだけどね。サンデー、大変なことになっちゃったね。うん、それはヒロッチもそう言ってた。手術は無事に終わったの？みたいだよ。よかった。ヒロッチも嬉しそうだった。
寝不足でひどい顔してたけどね。うん、すぐには帰れないって。で、私も言ったんだけど、病院狭いし、それは遠慮してくれって言われたって。私気になってたんだけど、お金っていくらかかったのかな。それは聞かなかったな。カンパでもしてあげた方が良くない？そうですね、確か保険もないはずだし。そうしましょう。よう。今日神崎さん来ていないぜ。これまでお前より後に来たことはなかったはずだけど。うん、それもそっか。けどなんか神崎さんって馴染む感じがするから。で、休み？なんで？いや、国見なら知ってるかと思って。お前、物知りだな。はい、席に着いて。ああ、また人が少ないな。ああ、人べらし、人べらしだよ。連絡事項はなし。ん？何？お願い？そうか、友情か。じゃあ青春か。事故か。じゃあ神崎が休みなのもそのせいか。じゃあ新しいクラスメートのためにカンパに協力してやってくれるかな。じゃあ国見、これにまとめるといい。お前らの中にローンで苦しんでいないようなブルジョワはいるか。いいか、こういうのはな、気持ちの問題なんだぞ。気持ちの問題だから、結婚プレゼントだって気持ちの問題であるべきなんだ。こうしておけば間違いはないだろうからな。それじゃあ本日のホームルームはこれで終わり。サンデー、マジで大丈夫なのかよ。
起立。じゃあ今日は俺と一緒に飯だ。いや、神崎さんがいないと寂しいかと思って。いや、お前みたいなやつ嫌いだ。ご飯食べよう。みたいですね。残念です。ですね。ちかこちゃんに聞いて大体のことは分かったから、お母さんに頼んでおくから。背骨はないんじゃないかな。ってヒロッチが言ってたような気がしたけど。笹の葉しか食べないパンダみたいですね。じゃあスーパーに寄った時買っておく。でもサンデーも良かったよね。うん、アクーンはちょっと意味が違うんだ。あんな子猫だもん、自転車にひかれただけでも大事でしょ。案外生命力にあふれた猫だよね。サンデーも頑張ったんじゃないかな。振動みたいですけど、実際そういうのって大事だと思います。
私も出しますね。そうですね。じゃあそうします。みんな出してくれた？ううん、そんなことなかった。だってひろっちって有名人だし。微妙にね。ほら、制服とかサンデーとか。ほとんど人がいなかったから、一部の少ない人だけから集めるのもね。これで費用の足しになればいいけど。がいないと調子が出ないね。そうですね。なんだか火が消えたような感じです。まあ、それだけうるさいんじゃないの。人の噂話って本当にくしゃみを発生させるのかな。は？変だと思わない？今日千尋ちゃんのこと何回も話題にしたよね。ということは息が止まっちゃうくらい今日は何回もくしゃみしてるってこと？寝不足なのにそれで眠れなかったらかわいそうだよね。そのうちどっかの小屋で発見されたりしてね。怪奇くしゃみ読んだみたいな感じで。奇遇ですね、文字通り。起立。最近快眠なんだよな、俺。いや、マージのおかげで思わぬ副産物というか。